10月13日。今日は会社のメンバーの佐藤さん、野田さん、サポートの浜田さんからプレゼントをいただきました。さあ、どんなプレゼントかというと、はい、スターウォーズのヨーダです。これ結構大きくて、カンノスケより大きいかな。顔そっくりだよね。カンノスケより大きいけど、このゲップした時の顔とヨーダの顔が一緒です。そっくりだよね。今は気持ちよさそうに寝てますけど、授乳の後のゲップの顔はこれです。結構ちゃんとできてます。昔欲しかったんですけど、日本のサイトでは買えなくて諦めてたんですけど、些細な会話で野田さんがわざわざネットで買ってくれました。大人でも背負えそうなサイズですね。これおむつ入れてお出かけしたらちょっと気持ち悪いかもしれない。今日は帰ってきてからまだ一度も起きてません。帰ってきて2時間ぐらいは経つんですかね。今は手の大きさがこのぐらいです。顔の大きさこのぐらいです。足のサイズはこれぐらいです。以上、今日の神之助でした。